どうも、カイです。今回は東京都千代田区大手町に来ています。ここは一流企業が本拠地を構えるオフィス街ですが、その一角に平野正門を供養する正門塚があります。塚一帯を開発するたびに事故が起き、工事が中止されてきた曰く付きスポットです。今回は正門塚の呪われた歴史や正門を祀る神田明神の現在を紹介します。このチャンネルは心霊スポットを歴史的に解説するチャンネルです。ぜひチャンネル登録お願いします。平野正門は903年頃に関東で生まれたとされる平安時代中期の豪族です。もともとは天皇家の血を引く血筋でしたが、腐敗の激しかった地方役人に不信感を抱き、939年に反乱を起こしました。ただ兵力に勝る朝廷に勝てるはずもなく、討ち取られた正門の首は平安京で晒されました。恐ろしいのはここからで、正門の首は数ヶ月経った後も目が動いていて、時には叫ぶこともあったと言われています。その後、正門の首は故郷の関東に向かって飛んでいき、最終的にたどり着いたのが正門塚と考えられています。早速正門塚を見てみましょう。正門塚は13世紀に江戸で疫病が流行した際、正門のたたりを鎮めるため整備されたと言われています。高層ビルに囲まれるように塚があります。もともとは木々が生え、一角だけ時間が止まっているような感じでしたが、2021年のリニューアルでかなり綺麗になってしまいました。リニューアルの際にたたりがなかったか心配です。正門塚のたたりですが、20世紀に少なくとも3つの事件が起きています。最初は関東大震災で全焼した大蔵省再建で起きた事件です。仮庁舎を建てる際、塚を壊して建物を作ってしまいました。そしてたった2年の間に大蔵大臣をはじめ関係者14名が亡くなりました。これを正門のたたりだと考えた政府は仮庁舎を取り壊しました。2つ目は GHQ 占領期の話です。高立地にあった塚を米軍が再度取り壊し、整地にしようとしました。しかし、ブルドーザーが横転し、工事中に運転手が亡くなってしまいました。最後は高度経済成長期の事例です。塚の土地の一部が売られ、銀行が建ったのですが、窓際に座っていた行員が次々と病気になったそうです。窓を隠し、席を塚から遠ざけたことで、たたりがなくなったとか、なくなってないとか。1307年に作られた石碑が今でも残っています。早速見ていきましょう。石碑の周りにはカエルの置物が置いてあります。これはこの場所に帰ってきた正門の首とカエルをかけていて、左遷になった会社員が本社に帰れるように置いたそうです。また力のあった正門にあやかり、将軍をつけたい方がよく参拝に来るとのことでした。平日の午前に撮影したのですが、約5分間で5名の参拝者がいました。正直綺麗すぎてたたりを感じるものは特にありませんでした。最後に平野正門を祭神として祀る神田明神に行きます。神田明神は730年に創建された由緒ある神社です。神田明神はもともと正門塚の場所にあったのですが、江戸城改築に伴い1616年に現在の場所に移されました。明治時代の1874年には朝廷の逆賊を祀っているという理由から一時期祭神として外されてしまいましたが、1984年に正門が祭神として復帰しています。現在は商売繁盛に御利益があるとされ、多くのビジネスパーソンが訪れるほか、秋葉原に近い縁か聖地巡礼で訪れる方も多いそうです。今回は平野正門にゆかりのある正門塚と神田明神に行きました。正門は朝廷から逆賊扱いされたものの、役人の腐敗に苦しむ庶民のために奉仕したというヒーロー性を持ち、かつ関東全域に勢力を広げるほど武勇に優れていました。それがきっかけで多くの方が畏怖の念を感じるようになり、現在でもたたりが語り継がれているのではないでしょうか。それではチャオ。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録とグッドボタン
お願いします。